3月ついにやってきました。この時期がサンスポ野球大会。昨年は京セラドームで日本一決定戦が行われたこの大会、タイブレイクの9回、ジャスティス上野がエンドランを決めて、クーニンズ結成3年目にして初めての日本一に輝きました。2020年はクーニンズが大会の表紙となり、ついにトーナメントが始まる予定でしたが、サンスポ野球大会公式ウェブサイトでこのような発表がありました。サンスポ野球大会は政府からの新型コロナウイルス感染拡大防止要請のため大会の中止を決定いたしました。これによりクーニンズの連覇は途絶えました。ということで、2020年のサンスポ野球大会は大会自体が中止ということで、クーニンズの連覇がなくなってしまいました。サンスポ野球大会は僕結構思い入れが強い大会でして、クーニンズが初めて日本一になった大会でもありますし、クーニンズが結成して初めて出た公式戦でもあるんですよ。ジャスティス上野が前に所属していたチーム、ミステリアスというチームがあるんですけれども、そのチームに上野はもう絶対負ける、僕らはって言ってたのを奇跡的に勝つことができたりとか、当時ラーメン中洲がエースを務めてたビッグビーっていう、これまたですね、日本一を経験したことがある超強豪チーム、当時先発してきたラーメン中洲をですね、僕らがボコボコにしまして東日本の準優勝まで行ったんですよ。今日はそんなサンスポ野球大会を振り返ってみたいと思います。クーニンズ結成1年目、予選ではシードの超強豪ビッグビーと対戦。この時のエースはラーメン中洲、後に仲間となる最強ピッチャーとの対決。クーニンはこの試合4打数ノーヒット、打つことができませんでしたが、クーニンズ打線は点を取りまくり、まず先制点はジャスティス上野、パスボールの間にホームイン。そしてスローで見るとガッツポーズをしようと思って手を挙げた瞬間にキャッチャーと交錯、ファイティングスピリッツ上野。そして当時クーニンズのエース達也がタイムリーヒットを放つ、追加点を得たクーニンズ。そして5回クーニンにもハブリングが、この打席変化球ワンバンしたボールが跳ね返る、スローで見てみると跳ね返ったボールが顔面ヒット、もちろんハーフスイングも取られる、まさに珍プレー尽くしの試合でした。監督の顔面珍プレーにも燃えた選手たち、ジャスティス上野がガッツポーズの柵越えホームランを放ちます。大学院での活動が忙しくなり1年目の途中から来れなくなった外野手の圧が中洲からスリーランホームラン。そしてなんといっても強力ビッグビー打線を1失点に抑え、打っても2安打2打点を記録したクーニンズのエース達也、1年目は彼のおかげで大事な試合をものにしていきました。そんな達也、職業はアイドル、セルアウトというグループに所属しておりましたが、現在はなんと、皆さんお久しぶりです、達也です、最近はライブ活動の方を休止いたしまして、丹羽達也という名義で、役者の仕事をやらせていただいております。まだ発表前なんですが、テレビや舞台のお仕事をまたいただいてますので、そちらの方は僕の SNS などチェックしていただけたらなと思います。そして日曜日、前より、空いてる日が多くなりましたので、クーニンズの活動の方にも、参加させていただけたらなと思ってますので、皆さんその際はまたぜひよろしくお願いいたします。そんな達也の活躍もあり、順調に勝ち進んだクーニンズ、ついには東日本の代表決定戦、勝てば日本一決定戦に進むところまで行きました。この大事な一戦でも先発したのは達也。アイドルの活躍を期待して草野球なのにチアガールも、絶対に勝ちたい一戦。クーニンが意地の一発を放ちました。この日は4打数3安打。しかし相手チームに2点に抑えられ、
結成1年目は東日本準優勝で終わりました。副賞が豪華なのもサンスポ野球大会の魅力でした。そしてクーニンズ3年目、サンスポ野球大会も3回目の出場。2年目も東日本の代表決定戦で敗れたクーニンズですが、この年は予選の初戦から大苦戦。対戦したスレーブス打線に初回から捕まり、クーニンズはなんと初回7失点を記録します。1回の裏終了時点で0対7、絶体絶命のピンチでしたが、こんな時でもクーニンズ打線は諦めません。折笠、オッチ、リオ、リオが特大のホームランを放ちます。これがスリーランホームラン。元陸上部が反撃への狼煙を上げます。これに続くクーニンズ打線、最後は上野が逆転のスリーランホームラン。7点差をひっくり返し9点取るクーニンズ。上野の逆転ホームランで完全に勢いに乗ったクーニンズ、この後予選で強豪をことごとく撃破し、毎年勝ててない東日本代表決定戦、その先発マウンドには1年目に戦った中須が、その中須がきっちり抑え好投。0対0で迎えた4回、折笠がセンター前ヒットで出塁します。そしてランナー2塁に進め、バッターはリオ、打ちました。ここぞというとこに必ず打つ男、リオの推定105m 弾。2面球場のため柵越えではありませんでしたが、タイムリーヒットとなり、リオはその後も打ちます。2打席連続のタイムリーヒットでクーニンズは4対0とし、その後は継投、サウスポーのオッチに、オッチの次はズッキー、ズッキーの次はワッキー、最後はグッチーがさばいてゲームセット。日本一決定戦の切符をようやくつかみました。そして迎えた9月、京セラでの日本一決定戦、予選で逆転ホームランを放った上野が最後決めました。上野で始まり上野で終わった日本一サンスポ野球大会2019の様子でございました。今年は絶対に連覇する、オープン大会でも最重要視していたこの大会でしたが、今回大会自体がなくなりました。まあ、ただですね、ここは致し方ないところはすごくあるのかなっていうふうに思ってまして、まあ、クーニンズはですね、3月の後半からは活動を自粛しておりまして、今東京都はどんな感じかというと、まあ、ある区によっては公園の使用が禁止になってます。管理人さんに聞いたところですね、まあ、今日から約1ヶ月間ぐらいはですね、公園を使えない、封鎖しますということだったので、まあ、感染拡大をさせないためにもやっぱここが正念場なのかなと、まあ、ここでですね、まあ、自宅待機できるだけして、クーニンズメンバーにもどうしてもな用以外は外出はできるだけしないように、感染を拡大させないってところに努めるのが今やれることかなのかなと思いますので、まあなんでしばらくはですね、動画の内容っていうのも家で撮れるものであったりとか、これまで撮ってきたものを使っての動画になってきますので、編集できる範囲というのが限られてくるんですけども、まあでもその中でもですね、面白いと思える動画を作っていきたいと思いますので、今後ともぜひご視聴よろしくお願いします。ちなみにですね、今クーニンズのオフィシャルインスタ、クーニンズオフィシャルというのがあるんですけども、これマネージャーさんが管理してる SNS ですし、できるだけ自宅待機してくださいというふうに東京都は言われてましたので、まあ自宅でね結構時間を過ごされてる人たちが多いだろうということで、マネージャーがクーニンズ人気投票というものを企画しております。クーニンズオフィシャルのインスタに全員分の写真を投稿しますので、その写真に好きな選手をいいねしてください。でそのいいねの数で人気投票の順位を決めたいということだったんですけども、結構今折笠君がね
超ダントツで1位で、僕らがすごい OK かけないといけない状況ですので、ね、森川さんくんももちろん入れてほしいですけども、森川さんくん以外のねメンバーもぜひ入れてください。それでは今日の動画は以上です。失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。